はい、どうもです。今回はですね、こちら、コクハアラっていう食材ですね。結構久しぶりの食材になるんですけども、まずはですね、捕獲映像からご覧ください。今日はですね、コクハアラ、島の高級魚なんですけども、この魚はですね、結構深いところにいて、今回もなかなか深めなんですよね。海底はですね、22メートル。ちなみにですね、このぐらいの深さになると、マサルは海底までたどり着けないんですね。もう仕方ないんでね、遠くから狙っていきます。で、こうなるとですね、もう射撃の腕です。果たして、当たるのか。ヒット!ならずと。いやー、動画で見るとね、あんまり大きくないんですけどね、今の5キロぐらいありました。これはね、悔しいですね。いやー、無駄にね、水面が遠いんで悔しさ倍増ですよ。でね、もう悔しいなーと思いながら捜索してたら、もう一匹いました。今回は別の個体です。しかも浅いところにいました。水深は10メーターほど。これはチャンスです。マサル視点で見ていきましょう。いました。今回はしっかりと狙いを定めます。ヒット。これは最高の打ち所。ちなみに畑系の魚はスタミナがないんで、最初の勝負が肝心です。ここで引き負けるとなかなか大変なことになります。はい、ということでここまで来ればもうほぼ無抵抗です。本当にスタミナがないんですよね。もうね、疲れ切ってますよ。これはにしてもパンパンのお腹、可愛いですね。はい、ということでこちらがコクハンアラ。取れたてだと背中のコクハン模様がめちゃめちゃ綺麗ですね。それでは脳天締めと血抜きをしていきます。いや、マサルと比べるとね、結構でかいですよね。60センチから70センチぐらいありそうですね。よし、コクハアラ3キロぐらい。よし、それでは陸に戻って調理していきましょう。はい、ということで今日はコクハアラですね。もう今回は高級魚なんでね、ちょっともう楽しみですね。まあ大きさはですね、大体、まあ、結構ね、でかいんですけど、これで4キロちょっとぐらいあります。このぐらいのサイズが一番うまいよ。コクハアラってめちゃくちゃでかくなって、大きいやつだと、まあ、最大で25キロぐらいになる。で、こいつが面白いのは、まあちっちゃい時ってやっぱり外敵に襲われやすいんですけど、こいつはなんと他の生物に擬態してるんですよ。で、何に擬態してるのかっていうと、シマキンチャケフグっていうね、毒がある魚に擬態してるんですよね。今でこそね、こんな赤黒い色なんですけど、幼魚は黄色いんですよ。面白いですよね。ということで早速観察していきましょう。はい、こちらがコクハアラですね。で、こいつはですね、沖縄の三大高級魚のスジアラっていう魚にあまりにも似てるんで、昔は同じ魚だと思われたんですけど、まあ、実はね、胸びれが黒くて、まあ、端っこがオレンジ色になってたりだとか、この青い斑点の幅がスジアラよりね、広くて、まあ、実はね、違う魚なんですよね。まあ、ちなみに沖縄の市場とかでは結構ね、同じ魚として売られてることが多いんですけど、厳密には違う魚ですね。コクハアラはちょっとデカすぎると匂いがあることがあるんで、まあ、スジアラの方が無駄に美味しいです。で、これね、お腹パンパンなんですよ。何が入ってるんだろう。これはなんだろうね、夏だから、これは何か食べてますよ。硬いものがありますね。何食ってるやろ。結構でかいぞ。これ胃袋開発ちょっと楽しみですね。あとね、こいつはね、口の中がすごいんですよ。牙が半端ない。わー、皆さんね、手入れることないと思うんですけど、コクハアラの口の中だけは手入れない方がいいです。めちゃめちゃ痛いです。はい、ということでですね、今日はこちら、コクハアラを鍋にしていただいていこうかなと思います。ということで、早速、さばいていきましょう。まずですね、鱗を取っていくんですけど、こちら、すき引きでやっていきます。で、すき引きをやる前に、これ、ヒレがね、邪魔なんで、このヒレからね、取っていきます。はい、それでは切っていきましょう。皮が1枚つながってる。で、ここも切っていきましょう。黒いな、ヒレ。いや、でも腹パンパンすぎるな。何が入ってんだろうね、めっちゃ気になる。で、背びれも落としていきます。やばい、ハサミが全然切れん。
オッケー。はい、それではヒレを落とし終わったところですね、すき引きをしていきましょう。久しぶりやな、すき引き。失敗しないように頑張ります。すき引きはですね、これ鱗が飛び散らないんで掃除が楽なんですよ。でも所々剥がれてるからやりづらいな。やっぱ暴れて岩とかに擦りついたりすると鱗剥がれるんですよね。こう鱗剥がれてやりづらい。これな、意外と鱗がちっちゃくて取れんぞ。鱗だけ取れちゃうんだけど、ちょっと本気出そう。ちょ、これお腹むずすぎるわ。こいつ鱗取りづらいです。なんか10キロ20キロのはすき引きしたことあって、それは全然すき引きできたんですけど、むずい。このサイズ無理だ。こっちでいきます。最初からこっちでやっとけばよかった。めっちゃ取りやすい。旗でこんな取りやすいことあるんだ。ようやく鱗落とし終わりました。じゃあ洗っていきましょう。最初から鱗かきでやればよかった。はい、それではね、綺麗になったところでこのパンパンのお腹、何が入ってるのかね、見ていきましょう。これはすごいんじゃないか。すっごいなんかでかいものが入ってるもん。それでは開封していきましょう。ちょっと優しめにね、内臓を傷つけないように包丁入れていきましょうか。これすごいぞ。うわ、卵だ。ちょっと空気が入ってますね。これをちょっと潰そう。あ、なるほどね、卵か。で、ちょっと胃袋とんでもないでかいのが入ってる。なんだろうこれ。とりあえず卵取り出そう。ちなみに畑はですね、生まれたての時はみんなメスで、大きくなるにつれてオスに性転換をしていく魚なんですけど、このぐらいのサイズだと、はい、卵が入ってるんですね。まだメスなんですね。オスになるのはもうちょっと後なのかな。で、これすごいぞ本当に。なんだ、めっちゃでかいの入ってんぞ。ちょっと切ってみましょう。はい、これ胃袋です。すごいよ。してみますか。結構でかくない？うわー、あなたか。もう胃袋が魚の形なんですよ。うわー、一般の正体あなたですか。うわぁ、こちらおそらくクロハギですね。でかっ。結構大きいもん食べてるんですね。やっぱ肉食魚って口が大きいんで、このぐらいのサイズだと入るんですね。すごいな。ちなみにこれ丸々飲み込んでるんですけど、頭蓋骨とか消化できないじゃないですか。これどうすると思います？皆さん、この頭蓋骨残るじゃないですか。吐き出すんですよ。ケツは通んないらしいです。で、あとは、まあ、肝臓だったり腸だったり普通ですね。で、内臓取り出したところでですね、血合いに傷を入れまして、洗い流していきましょうか。で、今日は鍋なんで、この卵も一緒に鍋にしていきましょう。皿で洗い流していきます。はい、それじゃあ頭落としていきましょう。いや、早く食いたいな。じゃあ反対側落としていきましょう。で、ここにね、関節があるんで関節入れていきましょうか。こっちの方が良かったか。オッケー、落ちました。はい、じゃあ今日は鍋なんで、もちろん頭も使っていきます。頭がなんといっても美味しいんですから。はい、こうして割っていきましょう。さすがにでかいからね。で、このぐらいのサイズになるとちょっと割りづらそうだね。割れるかな。頑張って割ります。で、出刃包丁ってね、刃が斜めになってるんで、こうやって包丁入れると普通に言うとこうなって曲がっていくんですよ。それをね、なんとか力入れて、まあ右とかに力入れるのかな、まっすぐやるのがうまいやり方なんですけど、僕はできません。ということでね、やっていきましょう。あ、はいはいはい、もう斜めにいってる。よいしょ。やっぱ旗となるとこのサイズでも硬えな。よいしょ。硬え。もうちょい。はい、切れた。硬え。さて、オープン。よいしょ。で、エラ外していこうか。はい、取れました。エラです。で、開いたところに包丁を入れまして、
開いていきます。硬いね。もうデカデバでいきましょう。パワープレイです。こういう時に役立つこのデカデバは。じゃあこれね、内臓とか少しついてるんで、これをきれいにしていきます。はい、それでは頭ができたところで、こちら身の方3枚に下ろしていきましょう。ね、今頭割ったので相当歯がガタガタになったと思うんですけど、あ、これ指から血が出てるみたいになってる。魚の血です。僕の血ではないです。ちょっと今だいぶ包丁かけちゃったと思うんですけど、いけるかな。あー、いけるいける。あー、いけるわ。なんとかいけそうです。じゃあ背側もいきましょう。腹骨をスパッといきましょう。スパッといかなかったね。はい、オッケー、いい意味ですね。じゃあ反対側。包丁だいぶ切れなくなったね、今ので。結構ね、でかい魚の骨とか立つとすぐ包丁って切れなくなるんですよ。もうそれはね、めっちゃいい包丁でももうそういうもんですね。すぐ切れなくなります。でいきましょう、反対側。で、ここは腹骨がくっついてるんで切っていきましょう。やべ、ちょっと上いっちゃった。 OK。 いや、やっぱ畑は何回見ても綺麗な身ですね。それじゃあね、腹骨落としていきましょう。よいしょ。うわ、美味しそう。ここも鍋にしよう。ではですね、どうしよっかな。抜こっか。何本入ってるだろう。多分血合い骨4本ぐらいしか入ってなそうなんで、血合い骨抜いちゃいましょう。やっぱりね、血合い骨をこの包丁で落としちゃうと、どうしてもね、身まで落としちゃってもったいないんで、やっぱ高級魚をさばくときは骨抜きで抜いた方がいいですよね。じゃあ抜いていきましょう。はい、やっぱね、この断面にもね、骨大体2本ぐらい残ってるんで、この断面もね、指で触って残ってないか確認した方がいいです。はい、結構でかいのが残ってるでしょ。で、この辺にも入ってるんで抜いちゃいましょう。買ってでかいね、骨。これが喉に刺ったらもう大事でしょ。よいしょよいしょ。あとは大丈夫そうですね。はい、そしたら切っていきましょうか。まあ、こんな感じでしょうね。こんな感じ。やっぱ鍋ってこの感じだよね、なんか。これはうまいわ。いや、美味しそう。はい、ようやくね、下処理が終わりました。で、今日はですね、醤油ベースのね、鍋を作ろうかなと思っております。僕はですね、本当に動画外だともうずっとパスタばっか食ってるんですよ。5キロあったんですけど、もう本当にずっとパスタばっか食ってて、もう醤油系の鍋が食いたいってもうずっと思ってたんで、早く作ろう。もうパスタは飽きた。鍋食おう。実はね、パスタばっか食べてますということなんですけども、よし、早速調理していきましょう。で、今日はですね、豆腐、しいたけ、人参、ネギ、こちら4品を使っていこうかなと思います。それではね、やっていきますか。もう何度も言っちゃうんですけど、僕野菜洗わないです。なぜなら加熱消毒ができるから。このネギ細いですね。うわー、いい匂い。ネギの匂いいいよね。オッケー。で、ネギが切れましたと。どんどんいきますよ。次、人参。まあ、一応皮むきましょう。ちなみにこれはね、片手で使えるピーラーっていうのかな。まあ、ピーラー片手で使うもんか。結構やりやすいんだよね、これ。じゃあ切っていきましょう。どうしようかしら。ちょっと今お姉が出ちゃったな。半分に切って。で、薄く切っていきますかね。もうなんか全てにおいてめんどくさがりなんで、あんまり食感があるの好きじゃないんですよね。カレーとかもやっぱゴロッゴロのじゃがいもとか好きじゃなくて、人参もね、やっぱりちっちゃめで、そんな気にならないぐらいのやつが好きなんで。OK。じゃあ、しいたけ。しいたけちょっと飾り包丁みたいに入れますか。ちょっと可愛い感じでね。ちなみに初めてこの飾り包丁入れてます。適当です。人でもできるんですよ、なんだって。意外とね、やってみることが重要なんです。ちょっと下手だけど可愛いじゃん。キノコの下手だけに下手言うてな。あー、なんでもないです。皆さん今すいません、もう気がなかったことにしてください。ちょっと今なんか自分で言って恥ずかしくなりました。恥ずかしいなこれ
なんか最近ちょっともうダジャレ言うのが恥ずかしくなってきた。なんでうまくいかないんだろう。ないよりは可愛いでしょ。では最後にお豆腐ですね。豆腐ってさ、これ最初切るとき怖いよね、慣れてないときは。手切れるんじゃないかみたいな、怖いよな。でも大丈夫なんだよな、意外と。はいはいはい、おもう半分いきましょう。やばい、落ちる。もう鍋に直接入れました。まあちょっと豆腐をフライングで入れてしまいましたが、詰めていきますか。今日はなんといってもね、コクハーラがメインディッシュですから、いっぱい入れましょう。そう、こうだな、こうで、もうここの身も贅沢に入れましょう。こうです。もう一丁入れましょう。もう全部入るか。全部入るな、全部入れちゃおう。うわーすごいなこれ。で、あとは、まあ、野菜を気持ち程度にね、入れていきましょう。とんでもねえぜ、これは。人参が埋もれちゃいますね。すげえ、夢の鍋じゃん。こんだけ魚入ってる鍋食べたいもん。食べたかったもん。いいね、最高じゃん。で、この超豪華鍋にですね、でまず薄口醤油。どんぐらいだろう。んで、料理酒。で、あとね、みりん。塩。塩は少々で、ちょっと水出しましょう。これはね、もう絶対美味しいもん。まあ、こんなもんでいいでしょう。セット。熱かった。では、少々待ちましょう。うわー、これは楽しみや。15分ぐらい経ちました。そろそろ完成したんじゃないでしょうか。いきます、オープン。うわー、すげー、めっちゃいい匂い。ちなみに途中で卵追加しました。入れるの忘れてたんで。じゃあ最後、ネギをボラボラに振りかけて完成しましょうか。ちょっと台無しになった感じがあるが、ネギがあった方がうまいから。はい、それでは完成しました。いただきます。何からいこう。卵からいこうかな。うまいんかなこれ。いただきます。あくあくもうふわふわで美味しい。もうちょっと匂いがあるね。ちょっと内臓の匂いが映ってる。匂い抜きした方が良かったかも。いやでも美味しい。すごいキメが細かい。うん、うまっ。この卵めちゃめちゃ美味しいぞ。魚の卵と思えないぐらい美味しい。うまっ。うまいわ。なんか魚卵って結構パサパサしてるやつが多いんですけど、このコクハンアラの卵はすっごいキメが細かくてトロッとしてる。すげえ美味しい。全然パサついてない。で、魚卵って膜に包まれてるんですけど、勝手にブレーって割れて、で、そこにスープがグーって入ってるんで味が染み込んでて美味しいわ。これいいね。うん、美味しい。じゃあ次はね、もう身をいっちゃいましょう。まっしょ。うわぁ、いただきます。熱い、熱そう。うん、うまっ。やっぱうまいな。クハーラ高級魚なだけあって、うまっ。皮がね、もちもちのプルプルで、もう身はふわっとしてて、で、ネギとめっちゃ合う。うまいな。これポン酢で食ってもいいな。薄味に作ってるんでポン酢で食ってもいいな。うまっ。ちょっと頭もいこうか。せっかくなんでほっぺもね。いただきます。うまっ。めっちゃ美味しいやん。うん、もう本当にね、さっぱりした白身魚で、で、食感も上品でね、やっぱ美味しいですね。美味しい。野菜にも出汁が染み込んでるわ。いいね。うん、美味しい。はい、それではごちそうさまでした。うん、まあ、まだ食べ終わってないんでね、カメラマンとね、二人で仲良く食べようかなと思うんですけども、やっぱ前回食べたのが20キロぐらいで、結構、なんだろう、筋っぽいし、硬いかなと思ったんですけど、やっぱりこのぐらい、4キロ、5キロぐらいのサイズ、うまいっすね。食感もいいし、匂いもないし、もう最高ですね。まあ、実際に、そのコクハーラって、だいたい3キロから、まあ、8キロぐらいまでが値段結構高くて、10キロとか超えるとね、めっちゃ安くなるんですよね。
やっぱ味が落ちるんでね。今日の個体も多分沖縄の市場で買ったらまあ2万円はするんじゃないかな。まあ高級魚にふさわしい味かなって思いました。はい、っていうことでですね、僕ら漁師が取った魚がもう本当に全然売れなくて、値段もすごい下落してて漁師が稼げなくなってるんですけども、やっぱり取れた魚が売れた方がいいよねっていうことで水産加工場を立ち上げておりまして、その奮闘の様子をですねオンラインサロンマサの授業再生日記で週に 2,3 回更新しておりますので、興味がある方はぜひぜひ覗きに来てみてください。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは。